皆さん、こんにちは。数々の大ヒットドラマや映画に出演するほかに、高級車のジャガーを乗り回すことでも話題になった女優、タレントの池上季実子さん。実力派の女優として知られる池上季実子さんですが、色気のある女優として人気を博しました。ところが、スリムだった若い頃と現在を比較すると、体重が増加して太りすぎているため、ネットなどで叩かれることもあるようです。しかし一方で、太りすぎたのは病気が原因ではなどと一部でささやかれているようです。さらには子供を産むまでの経緯も話題になっていたり、梶原一騎さんとの禁断の関係にも注目が集まっているのだといいます。今回は池上季実子さんの体重増加の理由や家族や子供について、また梶原一騎さんとの関係についても迫っていきましょう。ぜひ最後までご視聴ください。最初に池上季実子さんの簡単なプロフィールからご紹介します。名前、池上季実子。本名、臼井季実子。生年月日、1959年1月16日。出生地、アメリカ合衆国。身長、157cm。血液型、O 型。池上季実子さんは、1959年1月16日に、商社勤務の父と、歌舞伎役者の八代目坂東三五郎の、次女である母のもとに、アメリカ・ニューヨークで生まれました。父親の仕事の関係でニューヨーク・マンハッタンで3歳まで暮らして、帰国後には京都市内の吉田神社にほど近い祖父の家で過ごしたそうです。小学校を卒業後に両親の別居に伴って、母親、弟と共に東京に転居しており、堀越高等学校を卒業しています。そして10代目三五郎の勧めで女優の道へと進んだといいます。NHK のスタジオに訪れた際に、スタジオ内でプロデューサーから「次のドラマの主役とかやってみる」とスカウトされたことで、1974年に NHK の少年ドラマシリーズ「幻んペンフレンド」でデビューを果たしました。同年の東京12チャンネル「純愛参加愛と誠」への出演により、知名度が特に上昇していき、1984年ヨーキローでは第7回日本アカデミー賞優秀主演女優賞、1989年花の乱で第12回日本アカデミー賞優秀助演女優賞をそれぞれ受賞しています。この頃にはテレビドラマではほぼ主演を務めており、その後の1990年代からは2時間ドラマに主軸を移しました。2010年1月1日付でオスカープロモーションへ移籍をしていますが、2018年末にはオスカープロモーションを退社して個人事務所オフィスアップスを設立しています。池上季実子さんは1985年3月の26歳の時に結婚をしています。結婚をした相手は古美術商を経営する10歳年上の一般男性で、臼井和元という方です。もともと池上季実子さんは祖父の影響もあって古美術が好きだったのだといいます。もともとはただの友人だったらしいのですが、1985年に半ば勢いで入籍したそうです。当初は結婚を発表していなかったのですが、なぜ結婚を発表しなかったのかというと、それ以前のマスコミによる嘘の交際報道により深く傷つき、マスコミ不信になっていたからと語っています。当時は今の時代とは違って、個人情報に対して保護される観念がほとんどありませんでした。そのためにマスコミから郵便物を勝手に見られたり、ゴミ袋を開けられたりしたこともあったそうです。結婚後の1985年に娘が一人生まれていますが、できちゃった婚をしているそうです。現在はできちゃった婚をする芸能人も多くいるので、特に驚きはないようですが、当時はまだできちゃった婚をする芸能人はほとんどいなかったことで、さらに人気女優だった池上季実子さんができちゃった婚をしたということで、かなりの話題になったのだといいます。できちゃった結婚をする前も恋多き女性としてかなりの注目を集めていたという池上季実子さん。なんと13人もの交際男性がいるということなどが週刊誌に書かれてしまったことがあったそうです。当時は過熱する報道によってマスコミからのいじめとも言えるような取材をされていたのだといいます。そして
そのようにマスコミなどによって心身ともにボロボロになった池上紀美子さんは、そんな状況を変えるために結婚をしたとも語っているのだそうです。マスコミなどのきつい取材などに翻弄されてしまっていたことから、私の人生は私が作るということで自ら結婚をすることを決意したといいます。そのようにできちゃった婚と言われている池上紀美子さんなのですが、実際には結婚をしてから妊娠をしていたそうです。結婚をして妊娠をして、その後にマスコミに結婚と妊娠を発表したのですが、結婚などを隠していた池上紀美子さんにマスコミが怒ってしまい、勝手にできちゃった婚と書いてしまったのだとか、そうしたこともあって現在も池上紀美子さんができちゃった婚をしたということが今も信じられていて誤解されたままなのだそうです。さて、そんな結婚をした池上紀美子さんですが、3年後の1988年に離婚をしてしまいます。離婚理由は池上紀美子さんの完璧主義なところだと明かされているそうですが、その他にも夫の DV と報道されており、子供を寝かしつけた頃酔っ払って帰ってきて、それに対して池上さんが怒ったところ、逆ギレされて足蹴りをしたことがあったという内容もあったようです。池上紀美子さんは1988年に離婚をした後には再婚はしていません。シングルマザーとして娘を育てていましたが、子供にはかなり厳しくしつけをしていたとも言われているようです。そこは完璧主義らしい池上紀美子さんの教育方針なのかもしれませんね。子供が悪いことをした時には手を挙げることもあったと言われているようですが、その代わり子供には深い愛情を持って接していて、自分に非があるとすぐに謝ったり、怒る時にはしっかりと理由を告げてから怒っていたのだと言います。なので自分勝手な厳しさというのとは違い、愛情に裏打ちされた相手のためを思った厳しさだったようです。さらに池上紀美子さんにハリウッドからオファーが来た時には、娘の小学校受験があったのでそのオファーを断ったのだそうです。ニューヨークからプロデューサーが3度も訪ねてきて、この役は君しかできないと口説いたそうで、池上紀美子さんもかなり気持ちが揺れ動いたそうですが、仕事よりも娘のことを選んだようです。育児を優先したため、ハリウッド女優の池上紀美子は実現しませんでしたが、それだけ池上紀美子さんが娘のことを大事にしていたことがわかりますね。娘は現在はすでに結婚をして家を出ているのだそうです。ちなみに池上紀美子さん自身は幼少の頃、両親のことが許せなかったといいます。池上紀美子さんの父親は昭和4年生まれで、現在は亡くなっていますが、若い頃からの確執は解消していなかったそうです。とにかく父親は些細なことで家族に怒鳴り散らし、手を挙げたりもしていたそうで、例えば灰皿に吸い殻が2本たまると灰皿を変えないことに腹を立てたり、さらに夕食で肉を2つ続けて食べようとしただけで深夜まで永遠怒られたといいます。しかも味方であるはずの母親でさえも、そんな父親から自分たちをかばってくれることはなかったそうです。さらに父親からは常に、お前はダメな人間だ、何か問題があればお前が悪いと思えと言われ続けたのだとか。両親が離婚して東京へ来てからスカウトされて芸能界に入ったのも、厳しい父から逃げたかったのかもしれないということを話しています。なので幼少期の池上紀美子さんは両親のことが許せなかった上に大嫌いだったそうです。今思うと、母親が自分たちのことを助けてくれなかったのは父親が暴力を振るうので逆らえなかったのだろうと思いますとも語っており、かつての出来事に対しては生活力があって一人で働いて子供を育てていくような強さを持った女性ではなかったし、時代も今とは違うと告白しています。そう思えるようになってからは母親との確執が解消したそうで、あとは何度かトライしてもダメだった父親との確執がいつ解消するかだけだったそうです。また池上紀美子さんには韓国人などという噂があるようですが、池上紀美子さんは歌舞伎の家系に生まれているため韓国人ではないことは明白です。母親方である祖父は歌舞伎役者の8代目の坂東三津五郎さんで、叔父は9代目坂東三津五郎、
いとこは10代目坂東三五郎と、そうそうたる家系となっています。池上公子さんは10代目三五郎さんの勧めもあって14歳の時に女優デビューしていますが、これまでの自身の半生を綴った著書向き合う力で衝撃の過去を明かしています。その中でも注目されているのが、今でも後遺症が出るという若い頃に遭遇した大事故の告白です。当時のことを鮮明に覚えているという池上公子さんは著書の中でこう綴っています。事故が起きたのは1987年5月、池上が28歳の時、旅番組の仕事でカナダを訪れた時に事故は起こった。街並みを紹介するために観光用の馬車に乗ったが、直後馬が暴走、走ってきた車にぶつかり体が宙を舞った。気づいたら真横に6階建ての建物が見えて、今私は1、2、3、4階の高さにいるって数えられたぐらい、私の中ではスローモーション。石畳の道路に体が叩きつけられた時もボワンという感覚でした、などと当時の状況をこのように振り返り、生々しく答えています。事故後、池上公子さんはすぐに病院で検査を受けるも異常なしと診断されたそうです。その後、痛みが残るのをごまかしながら仕事を続けていましたが、体に異変が訪れたのはその1年後だったといいます。ある日突然首が動かなくなり、病院で検査を受けると首の骨などがずれたまま固まって神経を圧迫していることが判明したのだといいます。医師の診断は全身打撲の後遺症、しかもカナダの映像はお蔵入りになっており、結局カナダでの事故は公にならず、池上公子さん自身も訴えなかったため、今も事故の保証などは一切受けていないそうです。現在も生体治療など3種類の治療を継続しているらしいのですが、まだ痛みを感じたり足が象のようにむくんだりといった後遺症が残っているのだとか、若い頃より体重が増加して激太りしたのは病気と噂されているようですが、実際は事故の後遺症が原因だったのです。今では太りすぎて若い頃の面影が薄れてしまっていますが、病気ではなく事故が原因だったことを知ればネットで叩かれることも少なくなるかもしれません。そんな池上公子さんについて調べていると、 SNS で梶原一騎の日本の方の愛人が池上公子、愛人というよりペット、四つん這いに首輪という体勢で梶原先生の宴席に付き合ったりしてたらしい。美人なのにと思うが、ものっそいい女はたまに超気違い男みたいなのにズルズルに惹かれたりするから、まあいいかというようなコメントが見つかります。先述したように池上公子さんはこれまでに様々な男性と噂になっています。特に若い頃は多くの男性との関係が噂されたのですが、そんな池上公子さんと梶原一騎さんの関係にはやはり注目が集まっているそうです。では池上公子さんと梶原一騎さんの関係とは実際どのようなものなのでしょうか。詳しく調べてみると、池上公子さんと梶原一騎さんは梶原一騎さん原作の作品で、池上公子さんがヒロインを演じており、さらにその後池上公子さんは梶原一騎さんの愛人となって SM プレイなどを行っていたと噂されているそうです。池上公子さんは中学生の頃から女優として活躍しているのですが、池上公子さんは梶原一騎さん原作の愛と誠という映画の早乙女愛というヒロインを演じていたのだとか、梶原一騎さんが早乙女愛のイメージに近いと池上公子さんを指名したことから早乙女愛を演じることになったのですが、純愛物語ということもあってこの映画は大ヒットを記録したそうです。そして出演者と原作者という関係だった池上公子さんと梶原一騎さんなのですが、その後池上公子さんは梶原プロダクションに所属するようになって、プライベートでも交流を持つようになったとも言われているようです。一説には梶原さんは池上公子さんをホテルで裸にして逆さ縛りにしたということなども噂されているようで、本格的な SM プレイを行っていたとも言われているそうです。なのでそうしたことから池上公子さんは梶原一騎さんの愛人で、
かなり深い仲だったとも言われているそうなのです。まさに禁断の関係ですよね。しかし、そのように言われているものの、池上公子さんと梶原一騎さんの関係については、実際にどうだったのかは分かっていないそうです。梶原一騎さんが関係を持ったのは、池上公子さんではなく、他の女優ということなども言われていて、詳しいことが明かされる前に、梶原一騎さんが亡くなってしまったので、二人の関係については、今後もわからないままなのだと考えられます。梶原一騎さんは事務所の社長として池上公子さんに、監督やプロデューサーとの付き合い方などを直接伝授していたとも言われているそうなのですが、若い頃は男性との関係が派手だと言われていた池上公子さんなので、梶原一騎さんとの関係も本当だったのかもしれません。いかがでしたか？今回は池上公子さんの体重増加の理由や家族や子供について、また梶原一騎さんとの関係についてご紹介してきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。